はい、のんち TV 始まりました。ピースの角度は自分向き。そう。で、のんちです。そして本日のゲストは、はい、カールを飼いたい九州の萌子です。よろしくお願いします。今回は美食探偵、はい、明智郎論の第3話。ドドドドドド。今回は、ゲストは武田真治さん。ですね。なんか今回見て思ったんだけど、うん、まあ、武田真治さん顔はやっぱりすごいかっこいいんだけどさ、その中村倫也さんにとってはさ、かなり先輩じゃない。そうですよ。だけどさ、わりかしちゃんとやり合えててすごいなと思った。全然なんかね、堂々とされてましたね。うん、ね、すごいなと思った、うん。まあ、今回は、あの小池栄子さんのセリフで、はいはい、あのモナリザを見た時に、うん、私はあなたになりたいの、うん、って言ったのあれですよ。あ、よかったですね。なんででしたっけ。誰もあなたのことを知らない。みんなはあなたのことを知ってるけど、違うなんていうか、誰もあなたのことを知ってるけど知らないってことね、うん、そこに憧れてるみたいな、まあ、そうですね。注目 されるような人ではなかったということですよね、うん、実際がね。だからさ、一主婦ね、今さいるんだよね。今あそこにいそうだったよ、うん、最後に、うん、あそこね、ルーブルにね、うんうん、ルーブルにいそうだ、いそうでしたね、うん、ルーブルはね、行ったことある。ないです。ないないのか、うん。僕はフランス行くたびにルーブルは行きたい。いいですね。ルーブル、じゃああれも見てないんだね。あの、なんだっけ、あの、ダヴィンチコード。見ました、見ました。持ってますよ。うん、なのに行ってない。うん。じゃあちょっとわかんない。あそこの下に入ってる、ね。はい。で、今回は、あの、料理結構見てたんだけど、うん、肉、いい肉使ってないの。ああ、そうですね。ヒップ入れみたいなね。あれ、それ、ごめん、フールの方。ヒレ肉の塊のやつね。なんか、その、武田真治がさ、ロシーニね、うん。うん。そうそうそう。で、武田真治とさ、小池栄子がフランスで会ってたみたいなのが、すごい良かったな。うん、なんかね、俺、ああいうの好きなんだよね。なんか10年前に会ってたとか、うん、そうそうそう、ああいうの好きなの。ああ、うん。だから、今回のストーリーは、もう、今までの中では一番好き。ああ、でも1話も良かったしな。結構面白いのかもしれない。2話泣いたけどね。3話は泣くとこはなかったかな。うん、ねえ。あの、探偵はさ、はい、探偵は何でしょう？ん？クイズ。クイズ。探偵は何でしょう？何でしょう？中村倫也のセリフ。あ、なんとかだけの美食家って言ってましたよね。答え、探偵は一度見た顔を忘れない。ああ、そっちか。それで、ね、すげえ変なクイズ。あれ、どう思います？本当にそう思います？一流シェフも返して言ってましたね、うん、その、うん。一度出した料理と美味しいと言ってくれたお客様の顔を忘れないっていう、ね。俺さ、そういうのさ、うん、絶対に嘘だと思うの。どう思う？うん、俺は嘘だと思う。そういうのなんていうの、うん、忘れないとかね、うん、難しいね。だってだってよ、我々3話と1話でももう分かんないわけよ、うん、なのに忘れないってある？一度見た顔忘れられないの、ゴルゴ13ぐらいだよ。どう思う？浜田さん覚えてなかったし、そうでしょ。俺もね、そういう嘘が結構セリフとして嫌いなの。あ、うん、一度見た顔は忘れないわけがないっていう思うわけ、うん、だからそういうところで脚本家嫌いになってやだ。まあそんな感じです、はい、今回は武田真治さんも結構かっこよかったですね、はい、あ、マグダラのマリアってなんかね、うんうん、面白いですね。小池栄子さんのね、うん、東村明子さんの絵に出てきそうなお顔らしいですよね。でもね、では続きは、はい、萌子チャンネルでついてもたまた後でです。